フェイス・エヴァンスは、アメリカ合衆国の R&B、ソウル歌手、作詞家、音楽プロデューサー、女優。フロリダ州レイクランドに、アフリカ系アメリカ人の母親とイタリア系、アメリカ人だろうと言われている父親の間に生まれ、ニュージャージー州ニューアークで育つ。1992年から1995年までは、メアリー・ジェイ・ブライジなどのバックボーカルを務め、 バッドボーイレコードからシングルユーユーストツーラブ目でデビュー。その後、アルバムフェイスをリリースし、100万枚以上のセールスを果たす。ノトーリアス BIG と結婚し、一時を出産する。他にも3人の子供を出産しており、4人の子を持つ母親である。その後もヒットアルバムを出し続けて活躍中。2004年に、 現在の夫でマネージャーであるトット・ラッソーとマリファナやコカインを所持仕様で逮捕されている。2005年にリリースされた4枚目のアルバムザ・ファースト・レディにアゲインという薬物を所持していたことに対しての反省とやり直しの意味を込めた曲を収録している。この曲はシングルカットされている。長年在籍したバッドボーイ・レコードとの契約を解除し、 キャピトルレコードに移籍した後に現在は E1 ミュージックと契約している。最近のフェイスは税金を約1300万円滞納していることが発覚。ロサンゼルスの路上を飲酒運転したことでも逮捕、起訴されている。音楽面ではザ・ファーストレディ以来の約5年ぶりとなるとなる新作サムシング・アバウト・フェイスを2010年10月にリリース。シングルは スヌープドックとフィーチャリングしたウェイユームーブバラードのゴーン・オール・レディーなどがある。アルバムには他にキーシャ、コール、ケディ・プライス、レイク・ウォンなどが参加。2012年8月20日にフェイス・エヴァンスとニッキー・ギルバート主導で進められているリアリティ番組 R&B ・ディーバスが TV1 にてスタートした。他にはシリーナ、ジョンソン、 キキワイアとモニファといった豪華ベテラン女性 R&B シンガーが出演している。2012年10月2日に番組と同タイトルの新作 R&B ディーバスをリリース。アルバムには番組出演者他にファンテージやケリー・プライスといった豪華アーティストが参加している。ありがとうございます。